アンテラキサンチンは、光合成を行う多くの生物で見られる、明るい黄色の補助色素である。ギリシア語でアンサスは、花、エグザントスは、黄色を意味する。キサントフィルサイクルの色素であり、カロテノイドのキサントフィルサブグループに分類される、有用性アルコールである。アンテラキサンチンは緑、緑層、藻、層、ーグレナも、植物による光合成の光防護に関わっており、 またその生成物でもある。アンテラキサンチンは植物等の大部分の光合成深刻生物や一部の細菌でキサントフィルサイクルの中間体分子である。キサントフィルサイクルでは特定のカロテノイド色素が酵素反応により光合成の生態色素に変換される。植物は大々色のビオラキサンチンをアンテラキサンチン。 そして明るい黄色の色素ゼアキサンチンに変換することで非効化学的症候能を向上させ過剰な熱を消失させることができる。キサントフィルサイクルの色素の合計量はバスと呼ばれることがある。バスはこのサイクルの主な色素を光防護能が低い方から順に並べたものである。アンテラキサンチンは真ん中の A に相当し、ボルトはビオラキサンチン、Z は ゼアキサンチンである。アンテラキサンチンは日照の良いタンポポに高濃度で含まれる。キサントフィルサイクルは葉緑体中のチラコイド膜内で行われる他の高色素反応と連動して行われる。アンテラキサンチンがチラコイド膜に与える熱及び光安定能はビオラキサンチンよりも高くゼアキサンチンよりも低い。アンテラキサンチンを中間体とするキサンフィルサイクルの反応は 光や放射への曝露の変化に対する応答であり、チラコイド内部の pH を変化させる。キサントフィルサイクルによる光防護能の変化により、植物は自身の光合成のための光取り込みを調整することができる。葉緑体の大部分は葉早茎の表皮の直下にある葉肉組織に極在する。チラコイドは葉緑体に含まれるため、アンテラキサンチンや その他の光合成色素は太陽の放射に多くさらされる植物の葉に最も多く含まれる。アンデス山脈の高高度でのタンポポの研究で高度1600メートルの北西に面する斜面の日照が大きい葉ではアンテラキサンチンの顔料が高く3600メートルの頂上ではさらに顔料が高いことが明らかになった。アンテラキサンチンは ビオラキサンチンの部分的脱エポキシドである。ビオキサンチンの2つのエポキシ元のうちの1つが除去され、アンテラキサンチンが生成する。このため、キサントフィルサイクルは、ビオラキサンチンサイクルと呼ばれることもある。ビオラキサンチンでエポキシダーゼは、ビオラキサンチンの1つのエポキシ元を二重結合へ還元することで、アンテラキサンチンを生成する酵素である。 ビオラキサンチンのエポキシ元を二つ還元し、ゼアキサンチンを作る機能も持つ。ゼアキサンチンエポキシダーゼは、ゼアキサンチンにエポキシ元を一つ孵化し、アンテラキサンチンを二つ孵化し、ビオラキサンチンを生成する反応を触媒する。ありがとうございます。